はい、こんにちは、こんばんは、元気でしょうか。かゆさんちへようこそ。はい、今日もね、くだらねえなっていう感じの話をします。でね、3年、まあ、約3年前か半年とかね、本当にどっか出かける以外は家にいてねっていうようなね感じのことをされましたよね。外出禁止って。私なんかは関東なんで、だいたいその東京都知事のあの女性知事が全面的に出てさ、プラカードを持ってさ、不要不急の外出、外出禁止とかって言ってさ、マスクをね、つけましょうみたいな感じでやってるけど、うん、それが今懐かしいなとか思っちゃうもんね。今もう本当にいつでも海外に行けるとかさ、まあ、いつでもでもないけど、ある程度その相手の国を緩和というか、うん、されてきてるけど、でもいい顔はされない部分っていうのは東洋人だからっていうのもあるだろうね。東洋人っていうか アジア人、まあ、同じか、うん、その海外の人間、まあ、特に欧米とかさ、もう中国だろうが日本だろうが韓国だろうが全部同じ顔に見えるっていうのはよく言われていますよね。うん、まあ確かにそうだなと思うんだよね。その同じアジア圏に住んでる人間だったら、なんか微妙にさ違うっていうのが分かるし、言葉が全然違うっていうのが分かるから、ああ この人日本人じゃないなっていうのが分かるし、日本語喋ってても、あの流暢なね日本語を喋ってたとしても、ちょっとアクセントが違ってたりとかっていうので、あ、日本純な日本人じゃないんだなっていうのはなんとなくわかるじゃん、うん、だけどその他の国の人たちっていうのはそれがわかんないわけで、全部同じ言葉に見えるし、同じ黒髪だし同じような顔してるしっていうことで、やっぱ日本人であろうがね、ちょっとこのお店には入らないでくださいみたいなさ、アジア人はお断りみたいなのがあるのかなとは思う。まあね、本当に日本人がよく行くところっていうのは限られてると思うんだけど、とは言えなんだよね。うん、まあまあね、どうなんだろうね。うん、まあ話はそれちゃったけど、あの時本当に人がいなかったっていうか、車もさ、あれなのね、その、バス自体も本数を減らしてたと思うけど、うん、なんかね、本当に車自体も少なかったなっていうイメージがすごくある。うん、だから余計にさ、今外に大和さんいるんだけど、でね、今ね、大和さんがいたんだけど、やっぱそういうので不要不急の禁止っていうので、いろんな買うものっていうのが、大和さんとか佐川さんとか郵便の方に重なってしまう。で、まあ、ネットスーパーもね、ネットスーパーやれる状況ならばいいんだけど、うん、まあまあ大変だなと思う。うん、
大変ですよね。だから余計にこう負担がかかってしまうなーっていうのはすごくあって、だからそういう意味で、申し訳ないなとは思うけど、私なんかもう本当に、ヤマトさんとかを使うのって基本的には月に1回ぐらいしか、1回か2回ぐらい、まとめてもうボーンって買うっていうような感じだから、っていう感じですね。どうなんだろうね。皆さんどう思うでしょうか。以上です。